どうも皆さんこんにちは、ゆうです。そして本日も、ゲスト来ていただいております。ご紹介しましょう。サンダーチャンネルの皆さんです。よーそれだーサンダーだー、はい、僕です。そうでーす。さあ、本日なんですが、まあ、この動画の前にね、公開させていただいている、デュエルロワイヤルのデッキの紹介でございます。本日私が紹介させていただくのはブルーアイズデッキですね。ブルーアイズパパパンパパパンっていうね、社長の嫁デッキですね。こちらのデッキの内容をご紹介していきたいんですが、デュエルロワイヤルという、まあ、本編か OCG 公式チャンネルで上がるんですが、そちらの、まあ、本編で使われるデッキを私たちが、ご紹介させていただくといった、感じになっております。まあ、東大のね、遊戯王サークルの皆さんに手伝っていただいて、まあ、私たち、まあ、ちょっとだけそうね、はい、言いましたけど、ほとんど、まあ、全てというか、まあ、我々、はい、8割、逆かな、もうなんだ1、9くらいのレベル感で、8も、9.5、0.5 ぐらい、我々ぐらい、そうですね、はい、監修して、監修して、偉いな、俺ら、ずるいポジション取ったな、ものは言いようなんですが、早速ですね、こちらのデッキ、ちょっとご紹介していきたいなというふうに思っております。はいはい、結構まあ割と見た感じ結構単純なデッキで実は、2大エースモンスターがいて、でその2大エースモンスターを出していこうというデッキになってます。マンジュとソニックだな。そうやな。まあでもまあ言いようによってはそうなんですけど、言いようによってはそうなんですけど、まず1体目がブルーアイズホワイトドラゴン、ね、ああそうですか。ブルーアイズ、ブルーアイズどう考えてもそうだろう。ブルーアイズホワイトドラゴンと、あとは彼ですね。おー、ウルスの、はい、黒炎竜レベル8と、この一応ね、説明しておくと、魔法カードを無効化できると。強い、何回でも強い。自分が無効化しないのに、相手もは無効化するとかできるんで、あ、ずるい、強い、まあ強いですよね。この辺はね、強いね。まあ、この辺のモンスターを出して戦っていくっていう、まあ、そういうデッキになってますと。で、ブルーアイズの出し方としては、まず1個目、先ほどサンダーさんが申し上げました通り、マンジゴトとソニックバードを使いまして、儀式召喚、儀式召喚です。儀式召喚何を出していくかというと、ナイトオブホワイトドラゴン、はい、彼は、バトルフェイズを、ブルーアイズが攻撃できない代わりに、自身をリリースすると、ブルーアイズを、デッキか手札から特殊召喚できるという効果を持ってるんですね。なので、彼を儀式召喚して、例えばまあこれで相手のモンスターをぶん殴って、まず攻撃ね、そう、メインフェイズ2に自身をリリースして、でブルーアイズを出してくるみたいな、あ、いいですね、そういったプレイングができると。それからですね、例えばライトニングボルテックスで、ブルーアイズホワイトドラゴンを捨てて、相手のモンスターを全部破壊して、で死者蘇生とか、あー強い、捨て蘇生コンボ、そうですね。あとはリビングデッドの呼び声とか、ここね、そうですね、この辺、あとはゲンリューの号砲、これはね、ドラゴン族モンスター特殊召喚できるんで、これで墓地からブルーアイズホワイトドラゴンとかを出してくると。いきなり出るね。そうですね。これ当時のブルーアイズにはないカードだよね。ないカード。ああ、なるほど。リンクスにはありますか。デュエルリンクスにはあります。え、強っ。あります、あります。強っ。なるほど。今この感じだとどうなんですかね。僕はそんなになんか古いカードとか出してるカードあんまり認識しないんですけども、リンクスのイメージで、このデッキはですね、当時からまあブルーアイズといったら出すのは、まあ、捨て蘇生かこの儀式を使うっていう感じだったんだけど、新しいカードとしてこれ、いやこれも昔の人が見たら目ん玉飛び出るぐらいのカードね。文章を、そうですね、確かに、ね、当時のカードと比べると、確か戦闘で、相手モンスターを破壊すると、あれですよね、デッキからレベル、7、8のドラゴン族を墓地に送れると。墓地に送れる、まあ、ブルーアイズを送るってことですね、そう、ブルーアイズを送ると、で、1800ある、自分をリリースしながら手札を捨てると、墓地からなんかレベル7、8のドラゴン族を特殊召喚できるみたいな、またブルーアイズ出すってことですね。そうですね、だから一応まあ単体で完結してるのね。はい、一応自分のバトルフェイズで相手のモンスターを破壊して、で、メインフェイズ2で、手札を捨てながらブルーアイズを特殊召喚する。効果は多いけど2と3の効果を使うよっていうことだね。はい、そんな動き方になってるかなと、これでもブルーアイズ出せると。そうですね。あと映画で活躍していたアサルト・ワイバーンなんていうカードって、アサルト・ワイバーン何すんだっけこれ。これは活躍したっけ。映画、これは映画のカードじゃない、映画出てきた気がする。はい、活躍してたかどうかちょっと元っぽいんだけど、戦闘で相手モンスター破壊した時この
カードをリリースすると、うん、手札墓地からこのアサルトワイバン以外のドラゴン族モンスター1体選んで特殊効果、あ、強い強いね、これブルーアイズだけじゃなくてホルスの方にもつなげれるのね、うん、そうですね、だからあのブルーアイズを出したりとか、うん、まあ、レベル6を、ね、いきなり出したりとか、うん、まあ、そういった動きがありますよ、なるほどね、いったところ、はい、うん、で、闇遊戯駅とかめちゃくちゃ強いので、まあ、大嵐でね、うん、相手のバックを破壊したりとか、あと結構、まあ、馬振りプレイングなんですけども、うん、クロスソウルを使って相手のモンスターを素材にしながら、うん、儀式したりとか、そんな動きもできますかね、うんうん、あとは単純にあの戦闘を補助してくれる収縮とか、あ、いいですね、はい、これはあの相手の攻撃力を半分にしたりとかね、うん、できる、あと月の書とかね、この収縮月の書の戦闘サポートでね、はい、ホルスのレベルアップもしやすいっていう、そうですね、そうですね、うん、そういうコンボもありつつ、はい、清掃もかな、うん、ああそうだね、あれも清掃もそうですね、うん、だからあの結構あの魔法カードやっぱ多いので、うん、意外とこの、うん、あのデュエルロワイヤルデッキは、うん、なので、まあ、これ出しちゃうと結構強いんですよね、そうです、意外とここまでいけると本当に強いね、はい、ただ簡単に出せるモンスターではない、ね、ではないんですよね、そうレベル6からレベルアップしないといけないんだよね、はい、でレベル6の条件が、うん、レベル8を出す条件がこのカード6がモンスターを戦闘によって破壊したターンのエンドフェーズ時に、これを墓地に送ることでレベル8一体が手札かデッキから出てくるよと、そうですね、なので6で1回相手を、ね、戦闘破壊しないといけない、そうですね、1回破壊しないと、まあ、直接はこれ無理なんで、そう、そのために戦闘サポートだとか、はい、これあの相手ターンでの返り討ちでもいいので、うん、例えばホルスの、ね、レベル6に向かって攻撃してきたところを収縮でね、そうですね、返り討ちにするとか、はい、でレベルアップさせていくとかね、うん、それでもいいしね、うん、そんなようなコンボがありますね、うん、あとは、まあ、トラップカード一応説明しておくと、うん、ミラフォースはもう皆さんおなじみの、はい、カードですね、はい、で先の出す巻きが、うん、相手 の, あの魔法トラップを破壊するカード、はい、まあ、で、先制復帰はなんか蘇生ですよね、そうね、割と新しめで、うん、あの、はい、守備表示蘇生なんだけど、はいはい、リビングデッドと違って、はい、でその通常罠だから完全蘇生ですよね、そうそうそう、はい、チェーンサイクロンとかにチェーンして、はい、あのリビングデッドだとねリビングデッド自体が破壊されちゃうから、うん、あのね、ブルーアイズが結局出ないみたいななるのをこれだったら完全蘇生できると、そうですね、うん、まあ、守備力2500だから、はい、言うてそう戦線復帰とかで、まあ、ブルーアイズ全部強いですよね、はい、であとは激流走、まあ、相手がめちゃくちゃあの調子乗ってめっちゃ展開してきたところに激流走バーンとか、あとはサンダーブレイクで、ブルーアイズ捨てて、捨て破壊しながら蘇生したりとかね、はい、まあ、そんな感じですかね、ブルーアイズデッキは、こいつだけめっちゃ新しいから、確かに、あ、青キムの移行、確かに、このカードどういうカードかっていうと、相手のモンスター、まあ、もちろん自分のモンスターに打てるんですけど、対象にとって、ブルーアイズをデッキから墓地に送りながら、そのモンスターの攻撃をさせなくさせるよっていう、攻撃止めれる、ね、攻撃止めれるよっていうカードなんで、まあ、ちょっと強力なね、あのこれ受けたら死んでしまうみたいな時に使ったりとか、うん、まあ、単純にブルーアイズを墓地に送る手段として、直接墓地に送ってね、はい、蘇生のコンボにつなげるのがいいね。はい、このデッキ徹底しますよね、本当にブルーアイズを墓地に送って墓地から特殊召喚するカードいっぱい入れてるよっていうね、そうですね、そんな感じのデッキ動き方になってますね、で最上級いっぱいあるんだけど、はい、まあ、下級の攻撃力が高かったりして、アレキサンドライドラゴンの4つ星2000ですよ先生、めちゃくちゃ強いですよ、ね、当時4つ星1900の時代に2000がね実はいるんですよ今も、うん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 、そんでもって実はねこれのね丸一効果というかこれ強いんだよ、うん、あ、裏側をなんか裏側をそのままサクッとね処理できるよっていう、結構リバース効果とか戦闘破壊された場合の効果とか結構多いんですよね、そうなんだよね、はい、だそういう効果を封じれるとウィッチはまあ発動されちゃうけど、そうですね、あとリジョンとか例えばその、うん、異次元の戦士とか女戦士をセットしてるなんていうのを、はい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 、これでねサクッと処理できたりとか、そう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 、セイントマジシャンをリバースさせずに処理できるとかね、プレイング的にはなんかブルーアイズにならないみたいな選択肢も全部あるんで、全然ある、月のショットコンボしてね、そうそうそう、相手守備にしてここで処理するみたいなのもあるんで、はい、実はまあブルーアイズにならない方が強いパターンもある、そうですね、あと注意しないといけないのは、うん、ブルーアイズ強すぎまして、うん、あの相手の死者蘇生でパクられるとなかなか突破できないという形にもなりますので、いやそれはホルスで止めるんですよそうですね、そういうデッキに、うん、はい、並んだらもうね勝ち、勝ちですね、はい、並ぶかな、相手のミラーフォースはまあ警戒しようね、うんうん、まあ、サイクロンとかも普通にありますし ね、うん、そうね、うん、実はブルーアイズ守備にしてホルスだけで攻撃とかね、あ、うん、なるほど、なるほどね、とかある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 、まあ、ミラーフォース警戒、ミラーフォース警戒できないんで、ね、常にしないと、確かどのデッキにもミラフォがね、そう入ってるんですね、割とどのデッキにも入ってるので、はい、で、強欲なツボなんですが、うん、
これはもうあのサンダーさんのご利用しで、そうね、はい、全デッキに入ることになりました。遊戯王といったらこれだからね、はい、うん、我々がやった功績は何かと言われたら、強欲な壺、強欲な壺を入れたことくらいしかないこと、まあ、この40分の1に全てがね、我々の全てが詰まってますから、やばい、遊戯王といったら40分の1か、これがない遊戯王は遊戯王じゃないみたいなところがありましたな。いやいや、いい仕事しましたよ、我々、ね、まあ、遊戯王らしさ体験できるよね、この辺とかも含めてね、そういうことなんですよ、打った方が勝つカードでもあるし、うん、攻められていて、いる時に発動したらワンチャン逆転できるカードでもあると、逆転できるカードで、素晴らしいカード、うん、非常に壺一枚で盛り上がりが全然ちゃう、そう見てる方も、まあ、発動しただけで盛り上がるからね、はい、うん、そういうカードとしてちょっとご利用させていただきます、はい、相手用の強欲な壺はホルスで止めましょう、うん、おー、はい、確かに、あ、この時それができる、そうです、超強い、唯一止められますから、確かに、確かに、はい、はい、というわけで、うん、そんなデュエルロワイヤルなんですが、うん、本編が、うん、OCG 公式チャンネルにて近日中に公開される予定となっております。楽しみ、超豪華あ出演者の皆さんが出演される予定となっておりまして、なんと、ですね、例えば、うん、例えば言わなくてもいいな、でもこれあの実はですね、予告編が、うん、あの公式チャンネルに上がってるんですよ、うん、もう知ってる人いるかもしれないね、そうなんですよ、うん、なので、皆さんぜひね、そちらの予告編の動画を見ていただいて、誰が出るか確認していただければと、ラーメンつけ麺ね、はいはい、ラーメンつけ麺とか、うん、あとなんかあのなんちゃらオンエアの人とか、いろいろありますんで結局言うみたいな、はい、見てください。でもそういった方々が強欲な壺を打つシーンとか、マジ番組盛り上がるから見たいな、確かに見たい、どうなるんだろうな、で、対戦あの動画ももちろんあの上がってるんですけれども、うん、デッキレシピ紹介動画の方は、ブラックマジシャンデッキと、ギアクリードデッキに関してはサンダーさん あのチャンネルの方でも上がっておりますのでですね、はい、はい、ぜひ皆さんあのチェックしていただければなというふうに思っております、うん、それではまた、次の動画でお会いしましょう。バイバイ、バーイ。